世話人の独りごと今回は「迅速な提案で間違えよう」「良い提案のコツ」ですえ間違っちゃいけないんじゃないですかと思う人も多いでしょうところが間違えるのが良い提案のコツなんです本来と言うべきでしょうか経営学的と言うべきでしょうか お客様に関しては、十分に調査して情報収集をし、できるだけ詳しく知ることで、お客様が必要とする提案を作成することができる。だから、自信を持って提案ができ、お客様にも、その提案に満足していただくことができ、めでたく、契約が成立する。そんな美しいストーリーを夢見て仕事してますよね。しかも、これが、ごく、当然の論理のように考えられています。 ところが、現実は、そんなに甘くないのです。実社会で働く皆さんは、身にしみて感じていることでしょう。世の中、情報社会といえども、必要な情報がそう簡単に手に入るわけはありません。時間をかけて集めたのは、どれも無駄な情報ばかり。そんな情報で、良い提案が作れるわけがありません。時間は無駄に経つばかりです。 あげくの果てに約束の期日に遅れて、しかも、的外れな提案しかできない。お客様は、すっかり呆れて、こんな提案を今頃持ってきても、迷惑なだけ。なんて、思ってます。契約は不成立。大勢の人が無駄な時間を費やして、あげくの果てに、契約不成立。それどころか、会社の信用さえも落としかねません。あなたは、こんな経験を繰り返していませんか 実は、すべては、時間が解決するんです。まず、時間をかけて、たくさんの情報を集めるのをやめましょう。時間をかけずに、適度な調査で済ませておきましょう。どんなに時間をかけても、お客様のことは、そんなに詳しく知ることはできません。お客様の情報に、あまりとらわれないようにして、思い切って、あなたのアイデア、やってみたいことを、提案書にしましょう。どっちみち、 調べたお客様情報はあまり信頼できないのですから。そして自信を持ってお客様に提案をしましょう。その提案はあなた自身がやりたいことですからお客様にその思いを伝えることができます。その上で間違っている点、ダメなところを教えていただくようにお願いしましょう。お客様は随分早かったねえ。と、まず迅速な対応を心地よく思っていただけるでしょう。 そして、ちょっと、的を外してるね。今欲しいのは、これこれなんだよ。これくらいの予算で考えてるんだけどね。年内に間に合うかなぁ、などと、どれだけ調査しても、考え込んでもわかるはずのない情報を、すぐに、教えてもらえるはずです。そして、良い提案を、待ってるよ、と、言っていただけるはずです。あなたは、お客様からいただいた情報で、的を得た提案を、すぐに持っていきましょう。 迅速な提案の間違いはお客様から適切な情報。すなわち正解をいただくのに大変有効です。そしてその後すぐにお客様が満足される提案を再提出することでお客様との信頼を築くことができます。そうです。良い提案のコツは早くに間違えることなのです。アメリカの経営コンサルタント ジョン・グッドマンは、迅速なクレーム処理が、企業のファンを作ると論じています。グッドマンの法則を応用して解釈すると、すなわち、提案に満足しないお客様には、そのクレームを語っていただき、不備や不満を迅速に解消、解決することで、あなたのファンになる可能性が高い、ということなのです。 皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてくださいまた関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください